第一工業製薬株式会社は、産業、工業用の薬剤、添加剤、除剤などを製造を販売している日本の化学品メーカーである。1909年に創業し、海面活性剤をはじめ、高分子材料、ウレタン、樹脂薬剤などを扱う。非ン海面活性剤、カルボキシメチルセルロース、シュガーエステルなどの分野で高いシェアを持つ。 1918年に株式会社創立。本社は京都市に所在。京都、西本願寺前の高市カオ薫玉堂の新規、事業部門として1909年に創業され、県市防石向けのアンモニウム石鹸の製造販売を開始した。1914年、特命組合、老いの薫玉堂会、ノブル駅部は、合名会社府や工業製薬所に改組され、 1915年に国産の玄武院マルセル石鹸を創生した。京都御所に掲げられた大正天皇の即位の礼の詩人を表彰した五色の旗になぞらえて、清流、須鹿、白虎、玄武の図案を商標登録した。業務用石鹸洗剤、玄武をはじめ、繊維工業用薬剤、物源、玄、非ン海面活性剤、ノイゲン水溶性高分子、 セロゲンなども、原ンの名に由来する。昭和30年代には、家庭用合成洗剤、ナンバーワン、台所用液体洗剤、アルコエル、アルコカラーなどを発売していた。1969年に、三つ石鹸朝旭電化工業との共同出資で、日本三ホームを設立、それぞれの家庭用洗剤事業を移管した。1972年には、 日本進出を果たした P&G と提携して、プロクターギャンブル3ホームを設立したが、製造は従来の3社が行っていた。高級アルコール系のウール、おしゃれ着用中性家庭用洗剤のモノゲンは1935年に DK300 番の商品名でスタートして、1937年にはモノゲンに解消される。モノゲンはべての合成洗剤を通じて、 日本初の製品である。発売当初はペーストタイプだった。その後粉末タイプが発売され、1964年に従来のモノゲンを改良して、ほとんどの繊維にも使えるモノゲンユニにリブランドされた。この間に日本産ホーム P&G 産ホーム P&G へと社名を変え、ウールマークの認定も受け、液体も発売される。1998年。 モノゲンユにはモノゲンドライウールとしてリニューアルされた。渡って親しまれてきた長寿製品だったが、後発メーカーの台頭などで売り上げの低迷、さらに P&G のグローバル戦略上の理由で2006年をもって販売を打ち切り、クリーニング店1 0商品を除く家庭用品事業から撤退した。モノゲンドライウールの販売打ち切り後、 P&G のウール、おしゃれに洗剤としての後継商品は、P&G オリジナルの粉末タイプ、ルミネスだったが、短期間で製造、発売中し、その後2011年9月に、P&G オリジナルで液体タイプのボールド香りのおしゃれき洗剤が発売された。家庭用品が最盛期の頃は、玄武マルセル本舗、第一工業製薬やモノゲン、 第一工業製薬の呼び名でも親しまれてきた。さらにテレビ番組のスポンサードでは、モノゲンと表記されていた。モノゲンの名前の由来は、第一工業製薬の創業者の一人である、オノモヘイのローマ字、エムオーノとゲ部のゲから来ており、第一工業製薬の代表的ブランドになった。他にも、モノゲンオール、モノゲンブリーチ、モノゲンソフターなどがあった。現在では、 工業用途の化学品製造販売を専業としている。繊維をはじめ薬や電子材料に使用される、海面活性剤、初等脂肪酸エステルや配合剤などの食品添加物、CMC やポリビニルピロリドンやポリアクリルアミドなどの高分子材料、ポリエーテルやプレポリマーなどのポリウレタン原料、難燃剤、各種樹脂原料や樹脂添加剤などを 事業の柱にしている。高等専門学校の教育内容に信頼を寄せているため、高等専門学校卒業生を多く採用しており、全社でダイバーシティ推進に力を入れ、日本の高等専門学校を卒業したラオス出身者やに、モンゴル国にある新モンゴル高専の卒業生を採用している。ありがとうございます。